なるほど、把握した。皆さん、ハンドスピナーというものをご存知でしょうか。もう YouTuber たりや小添もこぞってハンドスピナーの動画出しやがって、本当めっめっとか言いながら僕もやるんですけども、そんなね、しょうもないこと僕ハンドスピナーでしたくないんで、そもそもしょうもないし、どうせだったらもっとハンドスピナーを使ってすごいことができないかなと思いまして、はい、こちらハンドスピナーですね。こうすれば回るやつです。こうやって回すと指の間でずっと回ってるっていう、なんとも特徴のないおもちゃなんですけども、僕はこのハンドスピナーのある特徴に目をつけました。これ形を見てもらったらわかると思うんですけど、いかにも他のハンドスピナーと合体したそうにしてるように見えないか。そうなんです、僕はそこに目をつけてしまった。ハンドスピナーってもう一個あると、こう繋げれるんじゃないかって僕思いまして、そんなスピードは出ないんですけども、一つを回すと周りのやつも回るという、こういう原理があると思いまして、こういう形で周りのも回るんですよ。てな感じでハンドスピナーを一つ回せば他の周りのやつも全部回るんじゃねえかと思いまして、わあ、やべ、投げちゃった。もしこの原理でいくと、ここには1000個のハンドスピナーがあるんですけども、ひょっとしたら指1本でハンドスピナーが1000個一気に回せるかもしれない。もうできるかわかんない、できるかわかんないし、おそらくできても高速回転なんてできやしない。それでもいい、それでもいいんです。ハンドスピナーのこの回りやすい性質、無駄に歯車チックでフィットしそうな感じ、僕はそんなハンドスピナーを指1本で1000個回したいんです。では行こう。ごめん、では行こうとか言ったけど、あと2箱あるんだ。そもそも1000個並べられるのか俺の家に。話はそこからだ。別の箱になってんな。よいしょ、この中に入っとるんか。うわー、やべえ、これ全部ハンドスピナーだからね。え、待って、赤じゃん。やった、あ、青だ。黄色。そもそもハンドスピナーが1000個1箇所に集まること自体そうそうないことだと思うので、とりあえずハンドスピナー1000個箱から出して回せる状況までなんとかしてみようと思います。後輩とね、ちなみに色合いはこちらの5色展開となっております。普通に欲しい、てか俺のだ。嘘じゃん。レバー置いてきます。はい、やっている途中で思ったんですけども、床が滑る、床が滑るので、ちょっとこのまま多分回しても滑りってなるんで、一応なんか滑らないようなシートがあるので、下に滑らないシートを引きます。もはやもうもはや未完成。待って、これはないわ。もうなんかここが平べったくて飛び出てるやつがあるんですよね。これだとただのハンドだよ。ここまで赤、青、緑、黄色、白って並べていた途中に黒が出てきました。もうダメだ、綺麗な法則が乱れる。すいません、なんか本当は5色で綺麗に並べたかったんですけども、なるべく綺麗に並べていきたいと思います。では、はい、というわけで終了しました。と言いつつも、実は1000個全部置けてるわけではありません。滑るシートのサイズ的にもこれだけしか置けなかったんですけども、多分800個近くあるのかな。これだけ並べるのに大体3時間ちょいかかりました。外は朝です。いやけど、もう完璧に並べましたからね、全てのハンドスピナーの歯車同士がこうかっつりと噛み合っており、こっち側にあるハンドスピナーを1個押さえてこう回すと、全てが連鎖反応し綺麗に回転してしまう。これで多分回れば1000個でも回ると思うんで、とりあえず回していきましょう。3、2、1。